熱海市で今日、交通事故で車内に取り残された負傷者を救助するための訓練が行われました。訓練には熱海市消防本部の隊員およそ30人が参加しました。今日は隊員たちが車のドアを大型のスプレッダーやカッターを使ってこじ開け、事故に遭った人たちを助け出す手順を確認していきました。熱海市消防本部によりますと、最近は車の構造が複雑化しているため、より高度な救助技術が求められるということです。現場で活かしてできるようにですね、1分1秒でも早く要救助者が救助できるように対応してまいりたいと思います。熱海市消防本部では、明日も同じ訓練を行い、事故現場での救助技術向上に励むということです。